はい、こんにちは。ロックオンカンパニー社員に富樫です。で、今日は新製品の、プロダクトレビューということで、こちら、はい、スタジオ1-3なんですが、こちらの中で特に気になった機能で、今回エクステンデッド FX チェーンという機能があります。で、ちょっとこちらに寄っていただくと分かるんですが、一般的なエフェクトっていうのはミキサーにかけるときに直列に上から下にどんどんかけていくものなんですけども、こちらの方がですね、ちょっと上にパッと上がると分かるんですが、今回なんと並列に数珠つなぎにどんどんいろんな形に自分の好きなようにエフェクトをかけられるようになりました。で、こちらの方少しいじっていきたいんですが、こちらの真ん中ちょっと寄れますかね。スプリッターっていうのがあるんですけど、こちらのスプリッターというものを使って分岐していきます。で、こちらのですね、分割モードっていうのが3種類あるんですが、まず標準で合わせることができます。で、こちらは、右と左の音源をエフェクトをただ単にサミングしていくっていう形になるんですが、面白いのが下の2つですね。チャンネル分割すると、右と左でかけたエフェクトをスピーカーで分けて聞くことができます。と、もう一つ何たってすごいのがこちら、周波数分割。こちらは周波数によって A と B、 こちらがかけてるエフェクトをかけ具合を分割して、だんだん分裂しながら聞くことができるということで、ちょっとお試しいただきたいなと思います。じゃ、やっていきたいと思います。で、分かりやすいように今回こちらの方にビットクラッシャーをかけているので、特に違いが分かるかなと思われます。ではちょっとやってみたいと思います。で、今かかってる状態なんですが、このように周波数をいじっていくとビットクラッシャー成分が消えていくのが分かると思います。このようにですね、一つの音源でさまざまな音作りを、例えばディレイを広域にかけて飛ばして遊んでみたいっていうサウンドデザインにもうまく使えるのかなというふうに思います。で、最後にもう一つなんですけども、こちらもちろんサードパーティーもスプリッターの機能を用いて、分割して音の処理をすることができまして、また最後にこちらのパイプラインステレオって見えますかね。こちらの方なんですけど、これ何を映るかっていうと、いわゆるアウトボードをセンドリターンで使った時に、こちらをですね、同じようにエフェクター、プラグインエフェクターとしても使えるよっていう風な機能です。これがあればですね、直列だけではなくて並列に今までのように繋いだ時に、アウトボードもプラグインと同様に使うことができるので、かなり音作りの幅を広げていけるのかなと感じました。というわけで、こんな感じで、プリズマスのスタジオ1-3ですね、こちらの、エクステンデッド FX チェーン編を終わりたいと思います。では。